まず全勝同士です。今場所から弓取りをやっております、九重部屋の巴富士と藤島部屋の貴花田、ともに5戦5勝です。勝てば幕下優勝に一歩近づくという両力士なんですが、貴花田がうまく取りましたね。常に攻めますね。まあ、過去は巴富士の2勝だったんですが、貴花田見事に寄り切って勝ちまして6戦6勝、幕下優勝一歩近づきました。貴花田は2敗していることは考えなかった、あと1番ありますから思い切ってやりますと、こう話しておりました。祝辞と同期生の幕下の史上最年少関取を目指します貴花田が同じく6戦6勝の栃日岳と対戦しました。こちらが栃日岳です。まあ縁起を担いで髭を伸ばしております栃日岳、左を押っつけまして左を刺しました。真っ赤に来るところを一気に出ました貴花田、寄り倒して勝ちまして7戦全勝で幕下優勝を決めております。それと同時に十両昇進も決定的にしました。The winner of the unpaid Makushita division was Taka Hanada. He is now sure to be promoted to the Juryo rank next season, and at the age of 17 years and 2 months, will be the youngest Juryo wrestler.